はい、どうもです。今回はですね、こちら毒ウツボっていう食材ですね。はい、ということでですね、10日間サバイバルの最終日にですね、こちらの魚をついたんですけども、まあ頭だけ出てて、まあ大体、まあ5キロぐらいなのかなって思ってついて、引っ張り出してみたら、13キロありました。はい。ということで、サバイバル中にさばくのはちょっときついなということで、サバイバルから帰ってきて、1日経って、元気になったところでですね、今日はですね、こちらの食材調理していこうかなと思っております。ということで、早速、観察していきましょう。はい、こちらが毒ウツボになっております。お腹がすごいねパンパンなんで、なんか多分ね何か入ってるはずですよ。とんでもない勢いでゲロ吐いてましたから。まあ、ちなみに気になる全長はですね、このまな板がね150センチなんで、どうでしょう、まな板から若干はみ出すレベルなんで、まあ、大体160センチぐらいですね。なんかねテレビのイメージで海のギャングとかね言われて凶暴なイメージあるんですけど、こいつらは別に人間を襲ってきたりとかそんなことはねまずないですね。まあ、口に指入れようとしたりしたらそれは噛まれると思う。基本的に襲ってくることはありえないですね。そんなに獰猛な生物ではないです。もう顔からしてそうよね。こんだけ可愛いんですもん。そんな獰猛なわけがない。これね、シャフトが刺さったままなんですけど、これね、こういう刺さり方すると抜けないんですよ。ここでね、返しが効いてて、もう抜きようがないんですね。で、おそらく、こっから入って、このお腹の部分で突き抜けたんですよ。ここに傷があるんで。で、お腹の部分突き抜けたんですけど、お腹がちぎれちゃって、ここら辺で返しが効いちゃってて、もうこうなると、こう切るしかないんですよ。ここ切らないと、この水中銃のシャフト取れないんですね。なんでこれがね、突きっぱなしになってます。ちなみにですね、毒ウツボの名前の由来、こちら気になると思うんですけども、シガテラ毒に当たりやすいウツボだから毒ウツボです。はい、まあ東京とかまあ結構いろんな県ではですね、これ販売自粛されてます。販売に規制がかかっております。沖縄とかまあ俺が住んでる沖永良部島とかは別に販売することは全く規制されてません。普通に売られたりします。まあただ一つ言っとくんですけど、シガテラって検査キットないんで、多分安全管理とかめちゃくちゃ適当だと思う。ちなみに沖永良部島の居酒屋で出してるところの店主にどうやって安全管理してるんですかって聞いたら、あ、俺が食べて毒味してるって言ってました。やばいですよね。そこまでしてでも食べたい人がたくさんいるような美味しい魚なんですよ、実は。はい、ということでね、今回めちゃくちゃ楽しみにしているんですけども、早速調理していきましょう。まあ、まず調理の前にシャフト邪魔なんで抜いていきましょう。いやーでもね、サバイバル中にカメラが壊れちゃってね、すごく今画質が悪いと思う。申し訳ねえ。まあでも今撮ってるカメラも別に悪いカメラじゃないんだけどね、そこそこいいカメラなんですけど、前のが良すぎた。ウツボはね、ほんと皮がね硬いんですよ。なんか意外と攻撃力よりも防御力に特化してる魚かもしれません。ちなみに時々ね、水中銃が自分の足に刺ったりしてる人とかいるんですけど、抜くときこういうことするんでしょうね、病院で。恐ろしいね。よいしょ、抜けました。手術成功ですよ。コラボした人とかにねよく言われるんですけど、意外とシャフト長いねって言われるんですよ。水中映像で見るとめっちゃちっちゃく見えるんですけど、これ見て、150センチのまな板より余裕ででかいんですよ。だいたいねこれ確か170センチか175センチあるんですよ。めっちゃ長いですよね。で、まあ本当はですね、こっからこの体表のぬめりを落としていきたかったんですけど、今ちょっとねここシャフトを出す時に胃袋を傷つけちゃったんで、でもこのままやるとぐっちゃぐちゃになっちゃうんで、胃の内容物とか、まあ、お腹の中身取り出して、そっからぬめり取りをしようと思います。さて、じゃあお腹を開いていきましょう。何が入ってるんでしょうね。皮が硬いね。本当に切れない。まあ、ウツボの皮はですね、まあ、大体ゴムの板みたいなものを想像してもらったらいいと思います。本当にね頑丈で硬いんですよ。本当に胃袋パンパンだな。何が入ってんだろう。ちょっと胃袋を傷つけないように今なるべく優しくビビりながら切ってます。出た出た。大きい魚の特徴なんですけど、身と内臓がぐっちゃぐちゃにつながってるんですよ、膜で。何が入ってんだろうこれ。パンパンだな。胃袋とかいろんなものが普通あるはずなんですけど、なんか巨大魚になると内臓が一つの膜で覆われたりするんですよね。ウツボでこんな一つになってるのは初めて見た。とりあえず開けてみましょうか。あんまり身につけたくないんで外してからにしましょう。これはやばいな。え？なんだこれ？何の歯だ？うわぁ、これはすごいな。何かわからんが、めちゃめちゃでかい魚食べたやな。こんな歯のある生物でしょう。見たことないぞ。サメ？鳥？鳥だ！多分鳥だわ。くっさ、鳥を食ってるわ。だって毛があるもん。いや、
鳥じゃねえわ、エラがある。なんだこいつ、エラがあって、こんなくっさ、マジで鼻息できない。初めて言いましたね。で、背骨も結構でかいですよ。なんなんだろうこれ。マグロとかカツオとかそのあたり、ちょっと待って、マジで鼻息を全く出さずに普通の、なるべく普通の声で喋る。なんでしょうねこれ。多分回遊魚とかそっち系な気がしますね。ちなみに魚ってさっきみたいに基本的に丸飲みで食べるじゃないですか。あの頭蓋骨とかどう出してると思います？こんなケツナだからあの頭蓋骨出ると思います？これはですね、消化した後に吐き出してるんですよ、口から。ケツから出ないものは口から吐き出すと。みたいです。じゃあですね、頭を外して綺麗にしていこうと思います。じゃあ頭を落としていきます。この辺にね、エラが入ってるんで、この辺から落とします。じゃあ反対側。ここにね、背骨があるんですけど、もううつぼはね、めちゃめちゃ骨硬いんで、こんなん切ると包丁一発でね、ダメになります。ハサミでいきます。ハサミでいくともう背骨も一刀両断ですね。はい、こちらがウツボの頭です。今日はね、このウツボの頭をね、煮付けにしようかなと思ってます。なんかこれ可愛いんで食べてみたいですよね。で、今度はですね、この胴体部分、こっちもね、一応下処理していきましょう。これ血合いがあるんですけど、血合いに傷を入れまして、ちなみにウツボはこの肛門より後ろにもちょっと入ってるんですよ。そう、ここら辺ぐらいまで入ってるんですね。んじゃあこれを洗い流していきましょう。はい、そしたら綺麗になりました。マジですごいな、これ恐竜の尻尾にしか見えないんですけど。で、次はですね、あんまりわかんないと思うんですけど、ウツボって鱗がなくて、で、ぬめりがね、ものすごいんですね。で、これがね、臭いんで、塩で揉み落としていこうと思います。さて、本当はめっちゃ揉んだ方がいいと思うんですけど、正直サバイバルで疲れてるんで、1揉みにします。もうマッサージよこれ。人間と感触そんな変わんないもん。これはまあ太ももみたいな感触ですね、うん、いやマジで太ももだ。凝ってますね。硬いですよこの辺。うん、俺がマッサージしてもらいたいわ。トガガンサバイバルしてよ。なんでウツボのマッサージしなきゃいけないんだよ。絶対うまくしてやろう。じゃあ反対側も行っていきますね。仰向けになってもらって、よし、いいでしょう。うわ、でも全然違う。肌ツルツルになりましたよ、ウツボさん。さっきヌメヌメでギッコギトだったのに、いい感じですよ。10代は輝いた。はい、ということで、まあ、ようやく綺麗になったんですけども、もう、なに、これ尻尾の強…尻尾の恐竜じゃない。恐竜の尻尾みたいですよね。で、今日はですね、こちらのウツボ、唐揚げ、そして頭の煮付け、この2品を作っていこうかなと思っております。はい、それではやっていきましょう。で、ウツボはですね、まあ、先っぽからこの肛門あたりまで、と、この肛門から尻尾までで骨の入り方が違くて、さばき方が違ってくるんですね。で、それでも、まだこれじゃでかすぎてさばきづらいんで、またここ半分に切って、そこから、まあ、1、2、3、4ブロックぐらいに分けて、そこから三枚おろしをしていきます。まあ、ちなみに、干物とかにする場合は、この背骨のこっから包丁を入れて、で、まあなんか、ウツボのかば焼きみたいな感じにして、もうそのまま1枚ね、やったりとかもね、できるんですけど、まあ、今回は一番さばきやすい方法でいこうかなと思います。はい、それではまずここで真っ二つに分けていきましょう。ここで切っていきます。本当にね、ウツボ硬いんですよね。これヒレがね、ここについてるんですけど、ここもね、頑丈な骨が入ってるんですよ。じゃあ反対側。これがさらに半分ですよ。魚ってね、結構頭が大きいんですけど、ウツボはね、頭が小さくて、で、骨もね、ちっちゃいんで、かなりね、身が取れるんですよね。で、反対側。
背骨はハサミです。なんか尻尾も半分に切ろうかなと思ったけど、いいや、このままさばいていきましょう。で、尻尾はもう本当に先っぽの先っぽの方は骨だらけで食べれないんで、デカデバで落としていきます。ここはね、まあ、食べれはするんですけど、本当にね、骨がね、みっちみちに入ってて、めちゃめちゃ食べづらいんで、まあ結構捨てられることが多いですね。じゃあ尻尾から3枚に下ろしていきましょう。魚ってこうやって背骨から、またピーって骨が 何個も入ってて、それに沿わせて切れば三枚下ろしできるって言うんですけど、ウツボはね、この背骨の1本しかないんで、これが難しいんですよ。もう感覚で背骨まで行くといった感じです。で、まずは皮に切り込みを入れていきましょう。包丁研ぎました。あまりにも切れないんで。トゲはね、切れるんですよ。ちょっとめんどくさがって研いでなかったんですけど、じゃあ反対側、よいしょ、パパッとさばいちゃいましょう。ちなみにこんなウツボみたいなでかい魚さばくと、結構でも包丁は一瞬でダメになります。毎回研がないとね、全然切れなくなっちゃいますね。もうそういうもんですね。だからよくね、漫画とかで人間をスパスパ切ってる刀みたいなあるんですけど、あれね、あんな刃こぼれしない、あんな切れ味落ちない刃物なんてこの世に存在しないんで、ちょっと骨切っただけでもう全然切れなくなるんで、逆に言えば何回ダメになっても研げば治るっていうね。ウツボの骨、厄介なのが背骨がね、すごいね、テトラポットみたいな形になってたりするんですよ。包丁の角度をしっかりと変えて切っていかないといけないという。こんな立てますからね。ウツボってあんな見た目なのにめちゃめちゃ綺麗な見た目してるんですよ。で、このね、ウツボは身の中にね、複雑に骨が入ってて、このままだとね、すごい食べづらいんですね。やるんだったら骨を取り除くようになんとか頑張って細いのを何個も作るか、もしくは薄く骨ごと断ち切る、もしくはこうやって骨切りをして骨を立ってハモみたいな感じにすれば食べれます。で、これがね、さっき言った背骨が高いってところですね。背骨にね、段差があるんで、これに沿わせて包丁入れるのがすごい難しいんですよね。はい、そしたらですね、反対側ですね。で、今度はですね、正規のさばき方なんてあるのか分かんないんですけど、とりあえずヒレを外していきます。ヒレと背骨がくっついてないんで、一旦ヒレだけ外していくといった形ですね。ヒレとね、背骨がくっついてないんで、こうやって外れるんですよ。こうやって切れば。ちなみにまためんどくさいのが、ここぐらいまではこの背びれの骨、短気骨って言うんですけど、ここの骨と背骨がくっついてないんですけど、ここら辺からね、背骨とくっついてるんですよ。そしたら外していきましょう。で、背骨を外していきます。この辺から外れないと。で、あと最後こっち側、こっち側のこのヒレの部分を外していきます。オッケー。こうしたら分かりやすいね。普通魚ってここがつながってるじゃないですか。背骨とヒレの骨がつながってないんですよ、こんな感じ。そして最高の身です。よいしょ。じゃあ今度お腹行きましょう。でっかいな。もう皆さん、ウツボをさばくの見飽きてきた頃ではないでしょうか。まだ3枚おろしです。半分終わってません。こっからが折り返し地点です。ブヨブヨしてんな。んじゃあ反対側。すごい、ひっついてる。吸盤みたいになってんじゃん。で、ウツボはね、これ腹骨が入ってないんですよ。腹骨が入ってないんで、簡単に包丁入っていきます。綺麗な身が。で、今度はこっち側、ここはね、背骨取りやすいです。で、反対側。 OK、 背骨で、またこれヒレを取っていきます。ヒレがね、結構ね、骨がしっかりと入ってるんですよ。
よし、ラストや。まあ、最後ぐらいはパパッとさばけるんで、ノーカットでもいいんじゃないでしょうか。包丁が切れなくなってきてる、また。ダメだ、包丁取ります。まあ、こんぐらいの賭けだったら8000万で割りかし直ったりしますね。やってみましょう。ほら、全然違う。もうね、このウツボをさばいてる間に切れなくなるんですよ。背骨がない。あ、下行ってた。全然わざとやっただけだし。だいぶうまくなった。まあ、ウツボね、本当にもう今のでね、すごい分かったと思うんですけど、一回切るだけで包丁ダメになるんですよ。使ってる包丁が悪いわけじゃないんですよ。結構これもいい包丁なんですけど、なんかこんぐらいの魚はもうしゃあないな。オッケー。はい、ようやくね、下処理が終わりましたよ。じゃあまず1品目、ウツボの頭の煮付け、こちらから作っていこうと思います。おでこ何が入ってると思います？これ見て、ブニブニ、全部ね筋肉なんですよ。何のためにここに筋肉があるのか分かんないんですけど、ここにねめちゃくちゃ身があるんですよ。でここに黒い点があるんですけど、これ何かっていうと、エラブタっていうのかな、ここがエラになってて、水のね出入り口になってるんですよ。でウツボはね、もう一つ面白いところがあって、ここにねとんでもない歯があるんですけど、実は食べた魚が出ていかないように、もう一個ね、この中咽頭歯っていうのがあるんですよ。咽頭歯とエラ、あとね内臓がちょっと残ってるはずなんで、それを外して、そっからね煮込んでいこうと思います。いて、わあ、だった。ここ咽頭歯だけ取り出してみるか。これがね、まあ咽頭歯ってやつなんですけど、面白いですよね。結構魚って口が2つあるものが多いです。多いかは分かんないけど、います。ブダイとかも咽頭歯があります。ブダイの咽頭歯は、まあ、サンゴをすりつぶす用ですね。エラと一緒にくっついてるんですね。ここがね、咽頭歯になっております。わかりづらいけどね。ほら、口になってるんですよ。これ、しっかりとね、歯もありますよ。ほら、すごいですよね。これで口の中に入ってきた獲物をさらにね、引っかかりを作って、口から出ていかないようにするっていう。で、まあ、この辺はちょっと汚いんで、洗い流して、で、煮付けにしていきますか。これも内臓だな。なんかちょっとエラの部分傷んでるな。切っとこう。よし、これあとは洗い流していきましょう。はい、それではウツボの頭が綺麗になりました。で、おそらくこれね、皮がね、ほら見て、めちゃめちゃ分厚いんですよ。めちゃめちゃ分厚くて味が入るわけがないんで、もう真っ黒やな、これ。これ皮に切り込みを入れときます。そうすることで一応味が入ると思います。ウツボは基本的に煮る料理で食べたことないんで、どのぐらい皮が柔らかくなるのかとか未知数なんで、一旦なるべく切り込み入れときます。まあ、見た目はねちょっと悪くはなるとは思うんですけども、やっぱ味優先なんでね。 OK。 じゃあこれを煮つけていきましょう。はい、それではやっていきましょう。大きめの鍋にもうウツボを入れます。んで、生姜、結構量多めでいいと思います。生姜だってね、多い方がうまいんですから。で、ザラメ、なんかザラメの方が普通の砂糖よりコクが出て美味しいと僕は思います。んじゃあ水、じゃあ蓋をしましょう。セット。こんなん絶対うまいよ。うわぁ、魔女の料理みたいになってんな、すげえわ。で、ここに濃い口醤油、そしてみりんを入れていきます。で、料理酒がちょっと切れてるんで、これ焼酎入れましょう。で、このままだと味が入んないんで、キッチンペーパーでもかぶせて味が染み込むようにしておきましょう。あとは完成を待つだけ。それじゃあ2品目を作っていきましょう。今日はここの部位を使います。お腹なんですけど、なんか胃の内容物があまりにも状態悪かったんで、ちょっと傷んでますね。ここは切り取っていきましょう。で、ウツボの楽なところはこっち側、お腹の部分は一切骨入ってません。こっちは骨切りしなくても使えるんですね。
で、こっち背中側の部分、こっちはまあ半分ぐらい使っていきますか。で、皮がちょっとでかすぎるんで、皮も成形していきましょう。じゃあ骨切りをしていきます。骨切りはゴリゴリって音が鳴るんで、それが骨が切れてる音です。これゴリってやったでしょ。今のが骨が切れてる音ですね。ここら辺にね、2本骨が入ってるんですよ。こことね、ここにね、しっかりとね、頑丈な骨が2本入ってるんですね。で、これを、まあ、なるべく薄く骨切りしていくと、まあ、普通に唐揚げとして食べれるようになります。まあでも我慢して、まあ、口からペッペペッペ出してもいいんですけど、すっごい食べづらいです。身が柔らかい魚だったら骨取り出すのもそんな難しくないんですけど、身が硬いんで、すっごい食べづらいです。絶対に骨切りはした方がいいですね。まあでもやっぱり骨切りって骨がなくなるわけじゃないんで、ちょっとはチクチクしますよ。それでもウツボってめっちゃ美味しいんですよ。そしたらこれ3つずつぐらいに切っていきましょう。唐揚げなんてでかい方が興奮しますから。男子はランチでさ、唐揚げ定食頼んで、なんかちっちゃいの来たらやっぱテンション下がるもんね。でかいとやっぱテンション上がる。でかすぎか。皮もね、すげえ旨味があるんで、皮ごと食べてもいいですし、まあ、なんか白身のさっぱりした味を楽しみたかったら皮外して食べてもいいです。じゃあ腹側も切っていきましょう。皮がね、邪魔なんで。皮もね、指で食べたりする人もいるみたいですけど、美味しいのかもね、もしかしたら。じゃあ腹側は骨がないんで、もうこれこのまま切っちゃいます。普通にこれで、半分は皮なしでいってみますか。皮を切ってあげましょう。皮ないと皮ないでね、全く別の食べ物になりますからね。あ、もう切れなくなってる。包丁が、包丁10本ぐらいあった方がいいな、マジで。じゃあこれ切っていきます。よし、唐揚げ用の身ができましたんで、これを味付けしていきましょう。それでは用意する調味料はニンニク、生姜、料理酒、醤油、そして毒ウツボの身です。皆さん準備できましたでしょうか。そんで酒、おお、もう疲れてるわ。醤油や、これは。料理酒、料理酒と酒1対1ぐらいですね。で、2、生姜で、この生姜だけで押さえておくと、まあ、結構和風な、おお、入れすぎた、まあまあ和風な味付けになります。ただここでね、ニンニクを入れるともうね、ウツボにぴったりなワイルドな味になるんですよ。ニンニク、あー、うわ、うまい。あー、うまい。はい、うまい、決まりました。で、魚は結構味入るの早いんで、まあ、15分から30分漬けていきます。はい、それでは15分経ちました。唐揚げにしていきましょう。袋に片栗粉入れまして、で、ウツボを入れていきます。で、シェイクです。じゃあ油を入れまして、まあこんなもんでいいか。じゃあ着火。いやでも皆さん、このカメラね、いつもと違うんで、1年前ぐらいから見てくれてる人は懐かしい感じじゃないですか。1年前の画質になってます。よし、入れていきましょうか。うわー、うまそう。もうね、油に飢えてますから、僕は。うわー、最高じゃん。うわー、美味しそう。いつもウツボは塩コショウの唐揚げ食べてたんで、このがっつりした味付けはね、初めてなんですよ。めっちゃ美味しそう。でっけえな、これ。いや、これは最高でしょ。うわ、もう食いたいもん。これ2つぐらい並べるのがちょうど綺麗だな。一旦2つだけ盛ろうかな。ここにレモンでも添えて完成。煮付けもいい感じなのか。うわ、プルプル、うわ、プルプルやん。うわ、やばい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 。うわ、うまそう。完成や、うん、うわー、すげー。はい、それでは完成しました。いただきます。いつもと違う漬けがここに配置されてるんですけども、ちょっと片付ける時間がなかったということで、唐揚げから食べていきましょうかね。いただきます。うわ、うまそう。待ってよ、これやばいな。これ
これはうますぎるわ。いやもう体が油を求めてるんだよな。いつもね、なるべくうまく伝えられるように食、なるべくなんかね、ちょっとごめんなさい、うますぎますこれ。やばいなこれ、びっくりした。10日間もサバイバル行ってて揚げ物が食べれなかったっていう環境があったんで、それもあると思うんですけど、このウツボの唐揚げが今まで塩コショウで食べてたんですけど、なんだろう、このニンニクと醤油のこのパンチの効いた味付けにしたら、やばいなこれ、めちゃ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 美味しいわ。もう身はね、ふわっふわですね。全然硬くない。皮も食べてみよう。皮もね、柔らかっ。なるほどね。皮はね、すっごいもう油の塊って感じ。もうとんでもなく油の乗った魚の大トロの部分を食べてるような感じ。皮もね、めちゃめちゃ美味しいです。ちょっと待てよ、これ。革命的にうめえ。10日間サバイバル後っていうのも、まああるとは思うんですけど、めちゃめちゃうまいですね。身ふわふわで、このふわふわさの魚って大体上品な味で、まあさっぱりしてることが多いんですけど、ちゃんと魚のうまみがグッてくる感じ。なんか、お前、うまいな、おい。この野郎。じゃあ、煮付けの方もいただいていきましょうか。どっから食べればいいんだろう。内側あえて食べようかな、この辺。プルプルやな。角煮みたい。うわぁ。ウツボの皮って結構硬いんで、かなり食感があるのかなと思ってたんですけど、全然違う。とろっとろや。なんかコラーゲン多めの脂の乗った魚って感じ。身も食べたい。皮ばっかりやな。身も食べます。うわ、これはまた美味しいじゃないですか。もうなんか臭みとかも一切ないし、皮はもうめちゃめちゃ脂乗った、もうすげえ濃厚な味で。じゃあ身はどうなのかってなると、身は身でもうなんかもう普通に白身魚みたいな感じ。めちゃめちゃ美味しいじゃんお前。この見た目の料理でできたらえってなるけど、物事見た目じゃわからんよな。めちゃめちゃうまい。うまっ。ちなみにね、皮の分厚い場所は牛すじの煮込みみたいな感じ。めちゃめちゃ美味しいじゃん。これ当たんなかったらもうみんなに配りまくろう。絶対喜ばれるわ。はい、それではごちそうさまでした。いやーもうね、毒ウツボめちゃめちゃうまかったわ。おそらく本土の方で出回ることはありえないと思うんですけども、いやーこいつはね、食べてみる価値あると思います。めちゃくちゃ美味しいですね。そしてね、まあ、僕からのお願いなんですけども、科学者の皆さん、研究者の皆さん、シガテラの簡易検査キットを作ってください。お願いします。もう本当に作ってほしい。今なんかシガテラがあるかどうかってマウス実験とかでやられてたりしますからね。実際ネズミに食わしてみて、ネズミは死んだわ、あじゃあシガテラあったみたいな、まあ、そんな感じの原始的な方法とか、まあ、あとはなんかすっげー工程がかかるような方法しかなくて、これを無毒と証明できるものができればね、これも商品として販売できるのにね。いやーでも最高でした。ということで、もうご機嫌です。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。